第8代、ヒューム伯爵第8代、ヒューム伯爵ウィリアム・ヒュームは、スコットランド貴族、イギリス陸軍の軍人。スコットランド貴族代表議員、ジブラルタル総督などを歴任した。第7代、ヒューム伯爵アレクサンダー・ヒュームとアンカーの次男として生まれた。1720年に、父が死去すると、ヒューム伯爵の爵位を継承した。 1735年5月13日にコルネットとして第二流系兵隊に入隊。1740年にマールバラ公爵の流系兵連隊に転じ。1743年に第三流系兵隊に移動して大陸ヨーロッパを転戦した。1745年ジャコバイト法規が勃発した時はちょうどスコットランドに帰国しており、志願兵として、 サージョン・コープの下で従軍、プレストン・パンズの戦いにも参戦した。その後、グラスゴーからの志願兵を率いて、スターリングの守備につき、1749年に、少佐に、1750年8月11日に第48不評連隊隊長に昇進した。1752年4月29日、第25エディンバラ不評連隊隊長に転じた。政治では、 アーガイル公爵家の支持を得て1741年、イギリス総選挙で、スコットランド貴族代表議員に当選、以降1761年まで務めた。また、1757年4月初には、アーガイル公爵からベリックシャー統官への任命を得て、同年4月16日に、ジブラルタル総督に任命された。1759年、陸軍中将に昇進した。 1761年4月29日にジブラルタルを立って帰国する予定だったが、その前日にあたる4月28日に死去、弟アレクサンダーが借位を継承した。1742年12月25日、エリザベス・ギ・ボンズと結婚したが、子供はいなかった。ありがとうございます。